NHK 党、立花氏、ガーシー氏参院欠席の責任を取り、党首を辞任後任は池上彰氏の娘役、NHK 党の立花氏党は8日、国会内で記者会見し、参院本会議を欠席し続けるガーシー参院議員が懲罰の陳謝文の朗読をせず、再び懲罰委員会に付託されたことを受け、 責任を取る形で今日付けで党首を辞任すると発表した後任は建築デザイナーで元子役タレントで4月の統一地方選目黒区議選に出馬予定の大津綾香氏で党名も政治家女子48党に変更する大津氏は池上彰氏がキャスターを務めた NHK のテレビ番組「週刊こどもニュース」に「池上彰の娘役」で出演していた 氏は辞任の理由についてガーシーの約束が保護保護になった以上党の代表として責任を取らなければならないとした今後は記者会見などに出席せず事務局長としてお金の管理などを行うという代表に就任した大津氏は突然国政政党の党首となるということで緊張しています 勉強不足ではありますがよろしくお願いしますと話した池上氏にはメールで連絡したといい話題作りになるなよと伝えられたという立花氏はガーシー氏と3日に連絡を取り帰ってこなかったら党首を辞める帰ってくるか最終判断は任せると伝えたというガーシー氏はいつか日本に戻って必ず国会議員の仕事をしたい 除名になっても次の衆院選、参院選に出たいと話していたという。またガーシー氏の懲罰に関して立花氏は国会に出席しないからという理由で除名に動くようなバカな国会議員がこんなにいることには驚いた。議事進行を妨害したならば除名は致し方ないが、何か迷惑をかけたのかわからないとした。以下は、 ネチズンンののコメントをまとめたものですこの党を支持した人の大半は立花さんだからとかガーシーだから支持したのではなく純粋に NHK 解体や NHK 受信料撤廃について支持したのだと思う立花さんが代表を辞めるのは勝手だけど NHK をぶっ壊す看板を下げるのはガーシーの参院欠席と同じように支持者に対する裏切り行為だろう 支持した人は NHK 党だから応援してくれたのであって政治女子48とかいうわけのわからないものを支持したのではないでしょう除名は当たり前暴露話で金儲けしてるだけでさらに国会議員で宣伝にもなり国民には一つもプラスになってないリモートはできない国会に来ないで歳費をもらい続けられることもおかしい 来て仕事をし国民にプラスになる法案でも提出したら歳費を渡せばいいいずれ政治家も年俸制になるだろうもらった歳費は返納させ文化財の修繕にでも使えばよいこの党は NHK の受信料支払い義務について同意しがたい方々の支持された多数によって当選者を出したのだと思います NHK 受信料についてはいろいろな意見はあると思いますが NHK を見ないとか見たくない人たちも支払い義務があるのはおかしいと思う人たちもたくさんいると思います NHK を見ない自由はあると思いますもう一度立党の趣旨に立ち返って真摯な政治活動をしてもらいたいと願っています除名退任は妥当国民の票を得て受かった以上は ちゃんと国会に来て答弁をするなりお仕事するべき。党首も、迷惑はかけていないと言っているようですが、長年誰も除名することなく続いてきた国会に令和になって汚点をつけてしまったこと。一度も国会に来ることのない議員を当選させてしまったこと。これは迷惑だと思います。もちろん、懲罰委員会に時間を要することも。今までは 国会で居眠りする議員さんの映像を見るたびにありえない信じられないという気持ちがありましたが居眠りは良くないとしてもガーシーさんとは違いちゃんと議会には出席している出てるだけ良いのではと思えるようになりました居眠り議員さんよりひどい人がいることにびっくりです国会に出席しない国会議員がまかり通ったら 極論、全国会議員が欠席するような事態になっても構わないということになる除名処分される理由がわからないと言っている立花党首も相当ヤバい人間であることが判明した NHK 問題にしても所詮重箱の墨をつっつくことで正義感ぶる人間だったということかそもそも NKH 党という呼称がちょっとおかしいのでは 立花氏は NHK をぶっ壊すということで旗揚げ、それが選挙では NHK 党とか N 党。これではもともと選挙や政治に関心がなかった若年層は NHK を面白くする政党かみたいな投票はなかったのだろうか、NHK 解体を望んだ投票なのだろうか、それに立花氏は今回の党首辞任、党名変更。 新しい政治家女子48党はそもそもこの NHK 党の政策の NHK 解体を目指すのだろうかこのメンバーで真面目に東方にはそもそも N 国党の存在自体がうさんくさく感じられるわけである。 もちろん受信料の問題はあるにせよ NHK は歴史関連の番組で過去の日本国がどのような罪な行為を行っていたのかを国民に知らせる重要な役割を果たしてきたこれらの番組は民放ではまとめ上げることができないはずこの貴重な放送局をぶっつぶすこと自体に大きな危険性を感じる。 受信料の問題は別の視点で解決されたい NHK をぶっ潰すなどもってのほかである透明を変えた場合でも比例選挙で受かった議席は維持されるそういうルールの抜け穴で議席も歳費も維持でき何も失うことないやはりこれは何かおかしいとしか言いようがない立花元党首としてはもともと堀エモ門との合流をしたかった今回 NHK 党ではもう議席が取れないイメージになっているのでホリエモンの関与している政治家女子48党に合流できるこれは願ってもない機会であったのだろうしかもホリエモン党に参議院の2議席がついてくるただ NHK 反対という一部支持されているポリシーを捨てしまい政治的なポリシーが抜け落ちているのでこれは悪手になると思う 政治家女子48頭で NHK をぶっ壊すというのはいささかご都合主義に思えるやたらと池上彰子の娘役ってタイトルで記事が出るけど単純に「役」の部分がぼやけるからパッと見ると池上彰さんの娘が党首になったかのような表現にも見えますね。 俳優さんとかタレントだったらともかくも、一応、池上彰さんはジャーナリストでしょ。ご本人的には結構迷惑な話ではまあ、その娘役を外してしまったら、ほとんど誰だかわからない人だとは思いますが、こんな不要なガーシー議員を生んでしまったのも、そもそも NHK が腐敗しきって、反 NHK 票が大量に投票されてしまったからに他ならない。 また不祥事の NHK は完全に利権組織になり下がっている今回の新書問題の本質は1通260円というとんでもないコストで1000万通もポスティングし我々の受信料から日本郵便に25億円も利益供与した NHK とそれを仕組んだ腐敗総務省 1> 1通260円という狂気のポスティング経費を承認する企業が世界のどこにあるこの腐った組織は一度解体して国民直接選挙の運営組織に徹底的に監視・管理させ、報道教育に特化縮小した真の公共放送に変えるか、もしくはスクランブル化以外とる道はない。 投資の借金返済目的の活動なので何でもよかったってことかなとまあようわからんが NHK とか別にってのがわかるよね返し終わったから感謝してる感すらあるそもそもがだるがらみ的な